はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、まず名前を教えてください。土屋アンナです。お仕事は？仕事は、うん、まあモデルと、うん、歌手と、うん、まあたまに映画やってる、うん、そんないっぱいあって何が何だか分かんなくなることないですか？わー、ない、全然ない。もともとモデルだよね。もともとモデル、うん、あったの10年前ぐらいですよね。はい、はい、でどうですかモデルの仕事って？モデルはやっぱで、ってか今この、うん、そのもうそのネット社会じゃない、うん、社会っていうの、うんうん、じゃない、うんうん、だからその紙っていうものを買わなくなるじゃん。そう、そうか、うん、その雑誌っていうのが売れなくなるじゃん、ね、CD もそうなんですけど、うんうん、そうだね。それなんだけれども、うん、その紙一枚のために、うん、なんかこう刺激あるものを作ろうっていう、うん、仲間のこういう絆みたいなのがやっぱ好きだから、うん、でしかももっと面白くないのが、うん、その可愛い写真だけになってきてるんですよ。そうだよね。そう、うん、もういいの可愛いの。あれ何なのね。そうね、ジャケットもそうじゃないですか。ああ、そっかそっか、ポップな感じだよね。可愛く撮られて、うん、っていうんだけど、やっぱ好きな、アンナがやっぱリスペクトしてるのはやっぱデビッドボーイのあの感じだったりとか。ああ、そういうことだ。そんな髪じゃん今日。そう、こんな髪なの。地上、なんだっけ、地上に落ちてきた男。そうそうそう、うん、そういうのがやっぱやりたいから、アートを。ああ、なるほどね。なかなか難しいよね。なかなか難しい。え、ちょっと始めたの何歳の頃モデルって？14歳。そこから始めて、初めてで最初きっかけは？きっかけは、まあ、そのお姉ちゃんがモデルさんやってて、うちのお姉ちゃん背も高くて、うん、そのショーモデルとしても完璧だったんですよ、うん、でやっぱそれでお姉ちゃんと一緒にそのお姉ちゃんの事務所の人に会ったりとか、うん、事務所行ったりとかして、あんなもやればいいじゃんってなって、うんうん、あ、できるならって思ったけど、うん、やっぱ自分のお姉ちゃんと自分を比較した時に、うん、全然背の高さも違うし、うん、アンナはどっちかっていうとこうスポーツ大好き女の子だったから、だから、いやできないよって思いながらも、じゃあ仮で、うん、仮でちょっと所属させてください、うん、って言ったら、うん、ガーンとガーンと来ちゃったの。かなり鮮烈でしたもんね、その当時。そう、なんかやっぱあの頃セブンティーン専属とかやってたけど、うん、まあ、あの頃流行ったのはそのすっぴん系みたいな、あ、そこそこそこ、化粧を全然しない子たちの表紙が並んでて、うん、あのモデルさんも中性的な人がいる方が面白いみたいな、うん、いや、かなりいきなり聞こえてきたよ名前が。あ、そうなんですか、うん、でもやっぱトライアルっていうのなんかね、うん、矯正とかしてて、うん、ね、自分でこう自分の写真を見た時に笑ってる写真がすごく嫌だったの、うん、あ、そう、うん、だから、うん、そのモデルやってる時も、うん、始めた時も笑わない。ああ、そこそこそこ、 、うん、なるほどね、うん、笑わないか変顔かっていうのやったら、うん、なんかいいねって言われて、うん、そんなんでいいんだみたいな。いや、なかなかこう、なんていうのかな、そのは久々に初めて、いや、でも初めてじゃないかな、そのなんかキャラクターがあるモデルっていうような印象だった、うん、見てて。キャラクターが、うん、初めは多分、うん、まあ男っぽい感じだったんだと思うけど、うん、そこからまたどんどんキャラクターがエスカレートしてたから髪の毛剃ったりとか、うん、染めたりとか、うん、服装もなんかパンクスのこうジャラ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 こうつけて、うん、で朝の7時のこうロケで、うん、ロケバスの中でボンジョビかけてみたいな。ボンジョビなんだちょうど、うん、それこそ蜷川実花ちゃんの、うん、なんかアンさんを初めて見た時の思い出っていうのが、うん、朝ロケバスにダラッダラで乗ってきて、うん、あざーす、ボンジョビかけていいって言ってたのが初めて出会った瞬間なんだって。でなんじゃこいつはと思ったらしくてそっからだ。そうだから、なんかやっぱそういう、うん、あんまりこうモデルさんとはこういうものっていうのが分かんないから、うん、じゃあさ、ちょっと生まれはどこですか？
生まれ東京渋谷区。東京渋谷区で、東京渋谷区で生まれ育って、うん、でどうやってそういう感じになっていくの、こうなんていうの、はみ出した感じになっていくの。はみ出したのはスタイリストのせいですよ。え、どういうこと？多分、うん、あの自分ずっと、うん、それこそギャップとか、うん、ジーンズに T シャツでいい子だったの。あ、そうなんだ。ちょっと待って、そのモデルになるまでは、あ、そういう感じだったの？か、まあ、母が買ってくれるものみたいな、うんうんうん、自分から洋服とかに興味があんまりなかった。あ、そうなんだ。どっちかというと、うん、まあシンプルか、もうちょっと若い時はプリプリが、ああそう、そう、可愛いなお姫様系が好きで、うん、でもそのモデルをやって自分も音楽ロックとか聴くようになった時に、うん、そのアンナはロックを聴くし、意外に喋ると男っぽいところがあるっていうので、スタイリストがアンナのイメージで服を持ってくるわけじゃないですか。なるほど、うん、それに革ジャンだったりビョンっていうのが来たんですよ、はいはいはい、ああそう、で来て、つけて、うん、うわこれ私足りだと思ってそっちの方がいいじゃん。なるほど、それで来たと思ったわけです。来たと思った。面白いね。そう。でそれまでちょっとなんていうの、あのぎこちなかったわけ、自分の中では。てか興味がなかった。興味がなかった。うん。へえ、面白いね。やっぱスポーツだから。うん。あ、そうか。ね、ちょっと何のスポーツやってたの？一番、まあ、ちっちゃい時はバレエやって、その後フィギュアスケート長い間やって、うんうんうん、学校ではバレーボールアタッカー、バスケの部長。ハンドボール部とか。ちょっともう一回遡ります、はい、じゃあ子供生まれました。でどういう子供だったんですか？小学生。すっごいいい子だった。すごいいい子、親の言うことよく聞いて。親の言うことはもう全部聞く。はい、そうだから、うん、っていうか、なんか言うこと聞くのが当たり前だと思ってたから、あまりこ う聞いてて辛いとか、うん、嫌なのにやってるっていう意識は全くなく、みんな笑ってくれるんだったらそれでいいじゃんとか、うん、で特にやっぱお姉ちゃんがいると、お姉ちゃんが先にいろんなことをやっちゃうじゃん、うん、そうかそうか。え、あ、じゃあお姉ちゃんと2人兄弟？2人兄弟、うん、それでそのお母さんと喧嘩してるのとか見て、うん、あ、自分はこれやっちゃいけないんだ、大人だ、なるほど、のになって、うん、でやっぱおじいちゃんおばあちゃんも住んでるの近かったから、うん、おじいちゃん家とか行くと、うん、やっぱそのおばあちゃんの友達とかおじいちゃんの友達がいて、うん、可愛がってもらえるから、やっぱそのおじいちゃんおばあちゃんが喜ぶことをしなきゃって思っちゃった。へー、大人の顔を見てちゃんとやってたんだ。そうだね、気遣いだと思う。だよね、うんうん、だ、何かご飯食べてもこれ食べる、あれ食べるみたいな。へー、なるほどね、うん。